健康のためにあなたならどこまでできますか。遡ること110年前の1911年、オーストラリアに住むマーガレット・コンウェイのもとにアメリカから一通の手紙が届きました。殺される、助けて。手紙に書かれていたのは助けを求めるメッセージ。差出人はかつて乳母として育てた姉妹でした。ただごとではないと感じた彼女はアメリカへ。長期療養のため姉妹がいると聞いた病院に行くと、マーガレットは驚くべき光景を目にします。なんと妹のクレアはすでに死亡、姉のドラはガリガリに痩せ細り歩けないほど衰弱していました。リンダという医者はショックを受けるマーガレットに説明します。クレアは持病に負けて亡くなったの。しかし地元の人たちはこの病院をこう呼んで恐れていたんです。餓死病院と。本来ならば人の命を救うはずの病院で起こった餓死事件。なぜ患者たちは命の危険にさらされてしまったのか。カリスマ医師リンダにはアメリカの法制度を利用した裏の顔があったんです。おそす、俺にはサンタが絶対来る、ケンちゃんです。ヤミコの恋愛道場、道場生募集中。ヤミコです。道場って本日ご紹介するのは、もうイカれたどうしようもない、絶対に導入してはいけない断食療法を進めていたね、女性医師リンダ・ハザードについてです。いや断食ってファスティングとか言ったでしょ、私も時々やるわよ。それではね、早速ね、リンダのね断食療法というのは一体どんなものだったのか見ていきたいと思います。悲劇の始まり。遡ること113年前の1908年、アメリカワシントン州のオララという静かな田舎町に一棟のサナトリウムが建設されました。サナトリウムとは長期的な治療を必要とする人のための療養所です。その施設は自然療法診療所と名付けられました。この療養所の院長が医者であるリンダ・ハザード。リンダの掲げる治療方針は次のようなものでした。あらゆる病を治すためには薬も手術も必要ない。なぜなら全ての病の原因は血液が汚れていることだから。つまり血液をきれいにすればどんな病気も自然治癒できる。リンダは血液が汚れる原因は食べ過ぎによるものだと考えていたんです。なんで？そのため食べるのをやめれば血が浄化され、結核だろうと歯の痛みだろうときれいさっぱり改善されると言っていたんです。どうやって医者の試験受かったんこの人。いくらなんても虫歯まで治るわけないじゃない。治るわけないね。でも普通ダイエットとかそういうの断食するんでしょ。いやそうなんですよ、正しい知識とね方法で実践すれば断食っていうのはね体にいいこともあるんですよ。というわけでね、本日のメトラキーワード、断食について。いいはずよ、私もやってんの。断食とは一定時間食事を抜くことで空腹の時間を作ること。ダイエットだけではなく糖尿病や心筋梗塞などの心血管疾患、アルツハイマー型認知症などの神経変性疾患の予防に効果があると言われているんです。空腹の時間が16時間以上続くと、オートファジーという古くなったタンパク質を分解する働きが体内で起こり、皮膚や筋肉が若返ったり、様々な病気の予防効果も期待できるんです。そのため無理に何日も何日も断食する必要はありません。断食がやっぱ病気の治療と関係あるんでね。治療ではなく予防なので、はいはい、まあ、どこまで、ね、効果があるのかっていうのはね難しいんですけど、まあ断食は本当にねダイエット以外にどこまで効果的なのかっていうのはやっぱねこのリンダの、ね、考え方だとちょっとまあ現代医学とはまあ合わないところね多々あるんですよ。当時のアメリカは断食ブームの真っ只中。そんな中で最も売れていた本が健康の副音書です。この本の著者であるエドワード・フッカー・デューイー氏は断食の第一人者で、リンダもエドワードの下で断食を学びます。その後リンダは断食病院を設立するんですが、エドワードから教わった断食の方法に独自のアレンジを加えていました。リンダ流断食の特徴は3つ。1つ目の特徴は食事は1日に2回取ること。これはエドワードが提唱する朝食抜きを取り入れたものだと考えられるんですが、リンダ流は残りの2食も質素で、カップ1杯程度のトマトとアスパラのスープ、時々マッシュポテトやオレンジジュース、ヨーグルトなどが出る程度でした。足りねえな。2つ目の特徴は激痛マッサージ。リンダは汚れは外に出ていけと大声で叫びながら患者の額や背中に鉄拳を加えていたんです。もうマジでどうやって医師免許取ったんこの人。このマッサージの痛みは尋常ではなく、後に暴行と呼ばれるほどひどいものでした。だろうな。そして3つ目の特徴が3時間にわたる干潮マジ毎日6リットルの水で3時間にわたり干潮し続けるんです。この干潮は痛みも強く非常に過酷で、干潮中に気絶する患者もいたそうなんです。もう想像しただけで もう。そしてリンダ流の問題は方法だけではありませんでした。一般的な断食は断食が終了するまで水分以外口にしないため、継続期間は3週間程度が限界であると言われているんです。さらに過度な食事制限は心身ともに影響があるため、少しでも異変を感じたらすぐに中止。
ところがリンダ流断食は1日に2食の食事があることもあり、断食を終了できるのは病気が治った時のみ。いや怖っ。冒頭で紹介した妹のクレアは80日間もリンダ流断食を続けていたそうなんです。毎日毎日繰り返される拷問のようなマッサージと3時間にわたる干潮、そして耐え難い空腹感、こんな地獄のような日々に患者の不満の声が出ないはずがないんです。何でもいい、少しだけでもいい、食べ物をくれ、たった1日でもいいから家に帰らせてほしい。そんな患者たちの声にリンダは決まってこう言いました。まだ体の毒が抜けきっていない。何のためにここまで頑張ってきたの？健康になりたいんでしょ？そのために私だって一緒に頑張ってる。次々と患者が飢え死んでいく病院。そんな状況で一部の患者はリンダを崇拝していたんです。バカ、もうバカこいつら。もうなんでよ、こんなこと続けてたら健康どころか死んじゃうじゃないの。本当ですよね、うん、正しいね、知識とかそういったもので実践しないと信頼もね勝ち得ないし、もう意味わかんないですよね。でもリンダにはそんなやばい方法でね治療してたにもかかわらず、まあ、治療にもなってないですけれども、なぜかね信奉者がね結構いたんですよ、ね、そこにはリンダの経歴が関係していたんです。新時代の女性の生き方。遡ること154年前の1867年、リンダはアメリカミネソタ州のカーバー郡で生まれました。18歳で結婚したリンダは2人の子供を授かります。しかし順風満帆な日々を送っていたリンダは31歳の時に突然家出をするんです。その理由は母親や妻という鎧を脱ぎ捨て一人の女性として人生を歩むため。当時の女性の人権は低く、独立した女性は非常に珍しい存在だったんです。家族と田舎町を捨てたリンダは開発が盛んに進められていたミネアポリスに移り住み、ある男と出会います。その男性とはサミュエル・クリストマン・ハザード。サミュエルに続行になったリンダは彼に猛烈なアプローチを繰り返します。そして2人が結婚して間もなくサミュエルが逮捕。え、なんで？逮捕理由は重婚。サミュエルはリンダに自分はバツ2であると話していたんですが、2番目の妻との離婚が成立していなかったんです。しかもサミュエルの本性はアル中で浮気者。もともと陸軍の出世コースにいた人物なんですが、軍資金を不正利用してクビになったという過去も。しかしサミュエルにクビったけのリンダは離婚せず、2年後、彼が服役を終えると2人でワシントン州に移住。ちょっと心広いな。リンダは医師免許を取得するんです。まあ、ここだよね問題はね。さらに病院の建設と同じ年に一冊の本を出版。その本のタイトルは病気治療のための断食。当時のアメリカは断食ブームだったこともあり、この本は大当たり。本での宣伝効果もあり、リンダの病院には多くの人が訪れるようになりました。全てが順調なリンダ。この一連の流れを作ったのはリンダではなく、後に詐欺師と言われる夫のサミュエルだったと言われているんです。実はリンダは医師免許を取得したんですが、本格的に医学を学んだわけではなかったんです。当時のワシントン州は学位を持っていなくても代替医療を行う者にも医師免許を発行するという制度がありました。恐ろしい制度だなそれ。つまり大学で医学を学んでいなくても医師免許を取得できたということ。リンダも医師免許をもらうために勉強していたんですが、その内容はオステオパシー、日本でいう生体術だったんです。生体の知識を学び、医師免許を取得したリンダ。一応断食の第一人者であるエドワードに学んだとはいえ、リンダが学問として学んだのは生体術であって栄養学の専門知識はないんです。つまり科学的な根拠を持たない状態で断食の専門家を名乗り、人々に崇められていたんです。なんちゃって専門家じゃないのこれ。免許はね、うん、あるので一応は医者なんですけど、うん、断食に関してはもうど素人もど素人も、うん、断食ブームに乗っかって人儲けみたいな感じじゃないこれ。元気なやつらや。ですがね、この夫婦のね計画っていうのはもっと我々の想像を超えるね、壮絶な壮大な最悪なもうなものだったんです。人儲けどころじゃない。ガシ病院の真の目的。リンダの病院の入院費は1週間で100ドル以上。当時のアメリカの平均年収は500ドルなので、1週間で普通の会社員が2ヶ月以上かけて稼ぐ金額を払うことになるんです。しかし、ある条件に当てはまった患者だけは格安で入院することができたんです。そして、その条件に当てはまっていたのが導入で紹介したドラとクレアの姉妹。姉妹の入院費は1ヶ月で60ドル、他の人の2割以下の金額です。妹のクレアは肝臓が悪く、断食で健康な体を手に入れられるなら、と姉のドラを誘って入院していました。とはいえ2人はまだ30代。入院した時点では2人ともピンピンしていたんです。それなのに入院してからたった2ヶ月で2人とも自分の足では立ち上がれないほどに衰弱。しかも極端な食事制限と日々の拷問で精神的にも極限状態。心身ともに弱って朦朧としている姉妹にリンダは問いかけました。あなたはどんな資産を持っているの？それはどんな価値があるの？財産目当てだったってことこれ。
そうなんです。もう入院費をね、安くしてでもね、お金持ってる患者をどんどん入院させてたんですよ。最初だけ割引かかっつってね、入れて、そっからです、本当の恐怖が始まるのは。すでに正常な判断ができなくなっていた姉妹は、崇拝しているリンダに聞かれ、自分たちが持っている財産の話をしてしまうんです。するとリンダはこう言いました。まあ、そんなものをこんな病室に置いとくのは危険だわ。元気になるまで金庫にしまっておいてあげる。そう言ってリンダは高価な指輪や不動産証書などを預かりました。しかし衰弱する一方の二人が元気になるわけがありません。姉妹は元気になるどころか日に日に死が迫ってくるのを感じました。そして入院から3ヶ月近く経った頃、ついに信頼している乳母のマーガレットへ助けを求める手紙を書くんです。当時はまだ旅客機がなかったため、マーガレットは1ヶ月かけて船でアメリカへ。しかしやっとのことでマーガレットが到着した時にはすでに手遅れ。クレアは手厚い看病の甲斐もなく10日ほど前に亡くなりました。ドラも正気ではありません。そう説明するリンダの手を見たマーガレットはあることに気がついて尋ねました。その指輪ってクレアのものじゃないですか。するとリンダは得意げにあるものを取り出しマーガレットに見せたんです。リンダが持っていたものはクレアの日記帳。リンダが開いて見せた最後のページにはこう書いてありました。私のダイヤの指輪はお世話になったリンダ先生に使ってほしい。しかしこれを書いたのはクレアではありません。日記を改ざんしこの一文を書き足したのはリンダ。実はリンダは亡くなった患者の資産を横取りするだけではなく、亡くなった患者の持ち物を自分のものにしたり、遺体から金歯を抜いて売りつけたりしていたんです。どういう神経してんの。てかさ、マーガレットもよく指輪がクレアのものだと気づいたもんね。すごいっすね、まあ、クレアのね指輪っていうのは本当に高価なもので、現在の価値にするとなんと約1800万円もね価値があると言われてる、うん、それだけしたら分かるかもしれない。そもそもね、日記を書き足すぐらいだから、もうね、リンダもね、バレーの前提だったんでしょうね。本当になんか、悪どいっすよね。根っからね。ですがね、リンダのね、もう、悪い行いっていうのは、これで終わるはずがなかったんです。リンダの話を聞き終えたマーガレットは、ドラの病室へ向かいました。しかし、そこで目にしたものは、骨と皮だけになったドラ。この時のドラの体重は、なんと、22キロ。まるで骸骨のように痩せ細り、ドラだと言わなければ誰だかわからないほどでした。マーガレットに気づいたドラがやっとのことで声にした言葉は、何か食べ物を。マーガレットはそんなドラを見て、一刻も早く病院から連れ出さなければならないと思ったんです。しかしドラを連れ出そうとするマーガレットにリンダは衝撃的なことを言いました。ドラを勝手に連れ出さないでちょうだい。ドラの法廷後見人は私よ。法廷後見人というのは、認知症や知的障害などで本人の判断力が不十分だと判断された場合、その人を支援する立場にある人のこと。つまり福祉サービスや資産運用などの契約に関わる手続きをドラの代わりにリンダが行うことができるということであり、リンダの許可なく勝手にマーガレットが退院することはできないということなんです。ドラの資産も生活も全部リンダのものってこと。これ、まあ、実質そういうことなんですよ。そもそもなんで法廷後見人にリンダがなっちゃってるわけよ。リンダのね、知り合いにね、弁護士の方がいたんで、まあ、そういった弁護士の協力もあって、うまくこう、法的にね、どんどんすり抜けてね、うまいことやってたんでしょうね。悪事が高かね、ほんと。ドラを助け出すことに失敗したマーガレット。しかし、このままではドラまでもが殺されてしまいます。そこでマーガレットはリンダの隙をついてドラに食事を与えつつ、イギリスに住むドラの叔父に助けを求めました。叔父が病院に到着し、ドラを返すように迫ると、リンダはある取引を持ちかけます。ドラを連れて帰りたいなら身代金を支払いなさい。リンダが請求した金額はなんと2000ドル。当時のアメリカの平均年収の4年分なんです。ドラの命がかかっているとはいえ、簡単に用意ができる額ではないんです。しかしリンダと話を進めていくうちに、叔父の心は決まりました。とにかく早くドラを助けなければ。実はクレアが亡くなる前、クレアを一人の弁護士が訪ねてきていました。そして弁護士は衰弱しきったクレアに遺言を書かせたんです。クレアが書かされた遺言書の内容は、クレアの持つ財産のすべてはリンダのサナトリウムに寄付するというもの。しかもその手続きを行う遺言の執行者はリンダになっていました。さらにクレアの口座からリンダの口座へ1005ドル振り込まれていたことも発覚。叔父は身の代金を半額の1000ドルだけ支払い、ドラを連れ帰ることに成功しました。そしてワシントン州の英国領事館にリンダの診療所を調査するように依頼しました。本当にもうこれでリンダももう調査行われて殺人犯ってわかんじゃない。まあ、それがね、調査は行われたんですけれども、ここでもリンダの悪知恵が働いていくんです。リンダの末路。叔父の通報がきっかけとなり、1911年8月、リンダは逮捕。この時点でリンダの診療所で亡くなったのは少なくとも18人。そして調査の結果明らかになったリンダの罪はクレアの1件のみ。
しかも罪名は過失致死で殺人罪は適用されませんでした。18人も死んでいるのになぜ罪に問われなかったのか。それはある書類にからくりがあったんです。その書類とは死亡診断書。リンダの診療所で亡くなった人の死亡診断書はリンダが書いていたんです。最悪だこれも。そしてリンダは死因の欄には患者の持病を書き込んでいました。逮捕した時にはもう遺体は処理されてしまっているため再調査をすることはできません。リンダが書いた死亡診断書をもとに判断するしかなかったんです。リンダは裁判でこのように話しています。医者が患者を治療するのが当たり前です。医者が治療のために薬を与えてその直後に患者が亡くなったとしてもそれは殺人とは言いません。それなのに私は女なのに成功しているからと他の医者に妬まれ、手術や薬を使わなくても健康になれることを証明したためにそれを不都合に感じた人たちの手によってこんな目に遭わされています。これあくまで私は何もしていませんっていうスタンスってことで、これ患者の財産分取ってた分は罪に問えなかった。そこはですね、なんとうまいことね、法的な手順を踏んでなんと罪には問われなかった。結局裁判では懲役2年から20年の判決が下りました。模範囚だったのか、リンダはたった2年で出所しているんです。その後ニュージーランドに夫婦で移り住んだリンダはなんと再び断食本を出版し、その本が大当たり。儲けたお金でアメリカに戻ったリンダは健康の学校を建設しました。そして健康の学校で行われたことはリンダ流の断食療法。そう、逮捕された時に医師免許が剥奪されたため学校としただけで、リンダは餓死病院と全く同じことを繰り返していたんです。最終的にリンダの断食療法で亡くなった正確な人数は把握できないんですが、40人ぐらいの人数が犠牲になったと言われています。そしてリンダ流断食療法の最後の犠牲者は意外な人物。その人物とはリンダ本人。リンダは71歳の時に体調を崩し、自らの断食療法を実践。しかし回復することもなく、そのまま亡くなってしまったんです。リンダが金儲けに走ったのは事実。その一方でリンダは自分が開発した断食療法に絶対の自信を持ち、その効果を自らもまた信じていたんです。なぜなら実際にリンダの断食療法を受けて病気が治った人がいたから。リンダが逮捕された時にはリンダの釈放を求める署名活動が起こったり、何通もの抗議の手紙が送られてきたりしました。果たしてリンダ流の断食療法は本当に効果があったのでしょうか。皆さんにね、重大発表があるんです。12月23日ね、クリスマスのインスタライブ企画の内容としてはですね、 YouTube では言わないような事件とかね、マル秘エピソードとかね、ライブで生で語っちゃうんで、ぜひインスタのねフォローよろしくお願いします。みんなの質問にも答えちゃう、というわけでね、ぜひぜひインスタもよろしくお願いします。